このライン皆さんうまく書けますか？こんにちは、池田しおりです。美咲です。はい、今日は美咲さんメイクしてるんですけど、この跳ね上げラインを綺麗に書く方法をやってみました。ポイントというか使うものはこのセロハンテープをちょっと顔に貼るんですけど、それを使うことによって左右均等に綺麗に跳ね上げラインが書けますので、意外とちょっと自分で書くときって難しいですよね。跳ね上げれないですね、まあ、ですよねそれをこれを使ってはできるっていうのを今日はやってみましたので、ぜひちょっと書くの難しい方は参考にしてみてください。はい、では動画スタート。セロハンテープとハサミを使います。このぐらいの長さに切り、少し粘着を取ります。小鼻と目尻の延長線上にセロハンテープを貼ります。このぐらいのライン状についています。リキッドアイラインを使います。上から下に向かってテープの上にラインを引いていきます。剥がしていきます。このぐらい綺麗な跳ね上げラインに仕上がります。はい、こんな感じで仕上がりました。跳ね上げライン描くのが苦手な方、とても簡単なのでぜひ参考にしてみてください。バイバーイ。Thank you.